はい、どうもマッサンチューブマッサンでございます。ということで今からアレスに向かいたいと思います。おじさん、すぐにアレスに行く？行く行く、行くから出発しよう。ああ、出発しよう。ああ、出発しよう。じゃあ行こう。いい声してんな、キリュウ。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。牢獄に入ってたからね。まさかあの場所にあんなでかいビルがあった。そうだね。あの場所？昔。そうなんです。いろいろあった場所。まあなぜいろいろあったかっていうのは、まあ前作のゼロをやっていただけるとまあ理由がわかるので、まあね、ミレニアムタワーが立つ前に何が起きていたのか、ぜひそのゼロでやってみてください。おじさんは何で母さんを探してるの？話すと長くなるか。俺は弓を探しているんだ。うん。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。どこ行っちゃったんやろね。どうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？え、どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？そうだってとこ、その方がいいと思うけど。ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ、おっと、それやっちまったか。いや、ない。いや、ない。身分証明書もないの。困ったね。いや、これちょっとやっちまったか。サイズも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？あ？くしまったな。はい、そこまで。あ？おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わりにお詫びします。だからもういじめないでください。うまい、しっかりしてるな。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなさい。もういいですか？いや、いいよ。お恥ずかしいところ。ああ、恥かいちゃったな、キリュウ。いや、ごめんな。はるか、ありがとう。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん。お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近、ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。そっち？髪の毛すごくいい匂いがしてた。それはわかんないよ。そっか。それか。キリは聞きたかったのはそんななんじゃないと思うけどね。ここだよ、おじさん。ここがミレニアムタワーだ。ビル、この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。
きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいなお母さん。じゃあ行こうか。そういやさっき警官に呼び止められた時よくとっさにあんな嘘を思いついたな。うん、私とおじさんが親子だってこと？そう。知らない人から見たら別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ、うん、将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。じゃあ行こうか。入ろう。おっと、ちょっといい？何してるんだ。おじさん、60回押して。あ？あ。そう、なんか60回押すときすげえ特殊なんだよな、ボタンが。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。なるほど。なんか徐々に思い出してきてますね。あ、こんな感じだったなっていうのが。あ、もうこんな感じだったわ。やっぱすごい、なんかやっぱりプレイ2の時とやっぱ今とではなんかやっぱ感じが違いますね。やっぱグラフィックが変わってるから、綺麗になってるから。やっぱりわー、お城みたいに広いね。お母さん手紙でね、自分のお店が持てることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。そうだな、きっと高級品なんだろうが派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな、金が足りねえよ。大丈夫だよ、だって弓お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。うん、見よう、水木か。これが水木か。確かにレイナが言っていた通り弓にはどことなく似ている感じもするが、そして胸元に見えるのがレイの花模様の入れ墨か。弓の妹にしては妙に洗練されすぎた感じの女だな。レイナはユミ自身妹の存在を知らないと言っていたが、本当にこの女はユミの妹なんだろうか。今はとにかくこの女を見つけ出して直接話を聞くしかないな。ハルカ、お前なんで孤児院に。わかんないよそんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん、ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った、私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。すみませんね。さっき話で多分出たと思います。その100億の少女と呼ばれているこの子が何かを持っているんですね。その100億と関係するものが。でさっきペンダント見せてもらったと思うんですけど、それですね。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の。出ました、林浩。林万年。噂はよう聞いてます。来ました。この子ね、オブジエンドってまた。
別で、あるんですけど、錦山に頼まれた。すごい死に方するんですね、この人。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。大変だ。現場に指輪が落ちてたらしい。マジか。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。かっこいい。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。しょしょしょ。いいよ、壊し屋スタイルにして。うわくそ。もっと気楽に、気楽に。オッケーオッケー。はいはい、おい、ちょっと掴まないで。壊し屋スタイル。おう、オッケー。おい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 、タフネスセットゲット。うい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 。おい、待って、あー待って、待って、捕まないで。あーあー逃げる、危ない。はい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 。あー、なんか、チンピラに変える。危ない。あー、おいおい、林林林林危ない。はい、嫌だ、嫌だです、嫌です。回復する。そう、まだ未だにダイルゲージがちっちゃいから。はい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 。じゃあいいよ、来い来い来い。はいはい、こっち来い。はい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 。掴んで、オッケー。さあ、ラッシュスタイルに戻します。はいはい、こっち来い。さあ、ヒロシ、な、うわ、回復させんぞ。そうですね、リベイク版と当時のゲームとは違って、ほとんどのボスキャラが回復しだすしちゃってるんですよね。回復する能力を持っちゃってるのが結構今回ちょっと難しくなってる部分ですね。結構手こずってます。危ない、やばい。多分前回の島野の部分もその回復したと思うんですけど、もうほとんどそういうのが多いですね。危ない。焼き鳥食おう。焼き鳥微妙だな。ヒート溜まるやつか。ちょっと怖いからもう一回飲んじゃう。
そう、犬のために買ったつもりが。オッケー、危ない、危ない、くわ。なるほど、なかなか簡単にはやらせてくれないと。危ない、いやー、ヒロシ、林ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ、くそ、あら、おい、うはー、ヒロシ、あー、ヒロシ、ヒロシ、あー、あー、回復すんな。なるほど、こい、あー、やーめろー、やめろ、やめて、危ない、なるほど、いや、あと少し、危ない、指が疲れる、やめて、あー、やー、あ、やめて、いやな、あと少しなの、あと少しなのにな、オッケー、あー、長かった。おじさん、なんで、なんで私この人たちに追われるの、ねえ、なんで。わからない、今はまだな。はい、ということで今回はここまで、これで第4章が全部終わったっていうことで、はい、またね、次回は第5章、やってまいりたいと思いますので、お楽しみに。それではほんじゃな。